り相手シーズンただの昇級し、昨シーズン終盤にクリスタルパレスの指揮官に就任し、劇的にチームを改善したオリバー・グラスナー監督は、アイントラハとフランクフルトで鎌田と2シーズンを共にし、2022年にはヨーロッパリーグを制している現在49歳のオーストリア人監督は研究熱心で、真っ当な性格の持ち主でもあり、それは日本人にも通じるものだろう。間違いなく、グラスナー監督は鎌田に自信を取り戻させ、彼が求めることについても、多くの説明を必要としないはずだ。ドイツで名を挙げた鎌田にとって、イタリアでの1シーズンは、あるいは、昇級士となってしまったかもしれない。だがそれでも周囲の誰もが、サッピを含めて、彼の真剣な取り組みと、プロフェッショナルな姿勢を評価したのも事実だ。次はイタリアではなく、英国の首都ロンドンで、新たな挑戦を始める鎌田に、エールを送りたい。戦術は大切。でも、何より選手がいてこその戦術でしょ。選手に合った戦術を考えるのが監督なのに、サッピは自分の戦術に固執しすぎて、選手の持ち味を生かすような柔軟性もアイデアがなかった。結果出てないのに、そのスタイルの原型に固執するより、相手に対応して変化つける鎌田の方が戦術的で有効だったのは結果の示す通り、鎌田のクリスタルパレスでの活躍が楽しみだ。苦労したらつよも含めてここまで申し分ないキャリアを積んできて、待望のプレミア入り。鎌田選手の活躍が日本代表を世界レベルに押し上げる。プレミアでも持ち味を発揮してほしい。ブドールが来て最終盤だけになったが、イタリアでも十分やれることを示した。来季は恩師の下でプレミアの舞台で活躍してくれることだろう。サッカーの監督というのは料理人と同じ。どれだけ良い食材を手に入れても料理する腕がないと使いこなせない。ブドールが来るなりすぐに食材庫から鎌田を取り出し、すぐに調理した。サッピは調理の仕方を知らなかった。プレミアでラチオの経営陣を残念がらせるようなプレーを見せてくれ。期待してます。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。